最初に明言しておきますと、私は小室圭さんのご結婚は反対の考えです。そういったバイアスがかかっていますので、心から祝福されている方はこの記事を読まないことをお勧めします。気分が暗くなるので避けてきた話題の小室圭さんですが、帰国されるようです。小室圭さんの電撃帰国に慌てふためく関係者たち、まさかロン毛で会見は。2週間の隔離免除かなわず。また小室さんは帰国した際に隔離される期間2週間を免除してもらう特別待遇を望んでいたそうだが、それができないと分かったことで緊急帰国せざるを得なくなったという。帰国後に隔離されずに秋篠宮さまへの挨拶や記者会見をすぐに行い、一目散にニューヨークに舞い戻ると計画だったが、結果的に宮内庁や警備担当者を振り回す形になったとのことです。なんで現時点で皇室に入っていないのに免除してもらおうとしてるんだろうと思ってしまいました。例えばこういった記事があります。上皇ご夫妻やご高齢の皇族方ワクチン接種受けられる。高齢者を対象に新型コロナウイルスのワクチン接種が進められる中、上皇ご夫妻や常陸宮ご夫妻など高齢の皇族方が接種を受けられました。1日午前、宮内庁病院に上皇様の弟の常陸宮様と常陸宮妃の花子様、それに三笠宮智仁親王妃信子様が入られました。関係者によりますと、ワクチンの接種を受けられたということです。午後には高円宮妃の久子様も宮内庁病院で接種を受けられました。また上皇ご夫妻も東京港区のお住まいで接種を受けられたということです。宮内庁では上皇ご夫妻や皇族方について一般の人と同じ時期にワクチンの接種を行えるよう調整をしてきましたが、接種を行ったかどうかは公表しない方針を5月明らかにしていますとのことです。ワクチン接種を望まれるなら皇室の方は優先してもいいのではないかなと思わなくもないですが、天皇皇后両陛下や上皇上皇后両陛下は一般人と同じ時期の接種をされていました。順法精神を大切にされる陛下とは全く違うなぁと感じます。テレビをつけると小室圭さんの話題がよく出てきますが、メディアはいろいろあるけど祝福した方がいいといった論調が多いように感じます。この結婚はメディアにとってどういうメリットがあるのか、私の妄想想像憶測を述べたいと思います。 1. 伝統を無視する前例を作りたい。今回のご結婚にあたり必要な段取りなどを守らないようです。私とお姉ちゃんは生まれた時から皇室しか知らない。佳子さまが典子さまとの口論で漏らした不満。眞子さまと小室さんは一般の結納にあたる納采の儀や天皇皇后両陛下にお別れの挨拶をする朝見の儀といった儀式を一切行わずに結婚される見通しで、その後はニューヨークで新婚生活を始められると見られているとのことです。儀式を一切行わないというのは皇室の伝統を大きく傷つけます。皇室反対派にとって喜ばしいことなんだろうなと思います。 2. 叩くなら結婚後と考えている。小室家には多くの騒動があります。小室圭さん、母の金銭トラブル、不正受給疑惑など4つの騒動、自身から説明あるか。結婚会見では小室家の抱える4つの騒動について小室さんが説明するかが注目される。まずは母佳代さんと元婚約者との金銭トラブル。2010年から12年に小室さんの大学の費用などに関して元婚約者から計約400万の提供を受けていたが、贈与か貸与の認識で双方で食い違っている。佳代さんには遺族年金の不正受給疑惑もある。地方公務員だった夫は2年に死去、遺族年金を受け取れるが、新たなパートナーと再婚や事実婚になると受給資格を失う。だが佳代さんは男性と同棲中などに受給していたとの疑惑が持ち上がった。長年勤める洋菓子店と労災トラブルもある。また小室さんには経歴詐称の疑惑が浮上。週刊文春がニューヨークでの就職の際に現地の法律事務所に送付した経歴書に虚偽の内容が含まれていたと報じている。採用が決まった大手法律事務所に掲載された経歴には JFKプロファイル・イン・カレージ・アワードを受賞したとの記載も、国際弁護士の岩原氏が17年にオバマ元大統領が受賞したすごい賞、本当なんでしょうかと驚くほど、こちらも詳細が気になるところだとのことです。これらが全てが本当かは分かりませんが、結婚したら正式に関係者になります。
その後炎上させた方が皇室をより毀損させることができると感じているのではと思います。 3. 離婚したら女性宮家の議論ができる。仮に離婚された場合、悪い男に騙された眞子さま、かわいそう、皇族に復帰させるべきだと女性宮家の議論ができます。皇室反対派にとってこれほどありがたいことはないのかもしれません。 4. タイミング。現時点やご結婚直後で ② でご説明した小室家の騒動のバッシングを行っても本人たちの思いを強くしてしまうだけになる可能性があります。恋愛や結婚の平均寿命はいろいろな説があるようですが、厚労省にこのような情報がありました。第1票同居期間別に見た離婚件数、平均同居期間の年次推移とあります。5年未満、5から10年、20年以上という区分があり、その中でも5年未満が一番離婚する割合が大きいです。5年未満のお二人の熱が冷めたと思われる頃にやるんじゃないかなと感じます。以上から大手メディアが小室さんをさほど今叩かない理由は皇室毀損にあると感じました。ネガティブなことを書いてしまいましたが、ご結婚が決まってしまったなら仕方ありません。眞子内親王の殿下と小室圭さんにおかれましては、それらをはねのけて愛を貫き生涯添い遂げていただけることを切に願います。